こんにちは、ヒプル .jp エディターの本間です。本日はエディターとスタッフのお気に入りスニーカーを紹介します。それではどうぞ。今日の天の声はシュプール TV ディレクターの今井さんにお願いしております。初登場で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私のお気に入りのスニーカーがこちらです。なぜこれを選ばれたんですか？コーディネートを組むときにちょっとピンクで遊ぶみたいなのをしたくて、これ濃いピンクで、もう一個薄いサーモンピンクみたいなのも家にあるんですけど、ちょっとこっちの濃い方が暗い色の服を着た時とかに映えて気に入ってます。なかなか見ない色だと思うんですけど、うん、どこで購入とかって？モデル自体は US オリジネーターっていう2013年から出ているラインみたいなんですけど、セカンドハンドショップでほぼ新品の状態で買った気がしてて、ちょっと濃いピンクを探してたので、これはぴったりだと思って買いました。どんな洋服に合わせますか？なんか割と綺麗めなシルエットのパンツの時とかに合わせて、こう座った時にパンツが上がる時に、ちょっとハイカットだとこの辺りまでしっかり見えるので、そのバランス感が好きです。なんか今日は結構綺麗めなお洋服に合わせてると思うんですけど、はい、他にはなんかどんな合わせ方があったり？あえてピンクのパンツに合わせてとかもやりますね。あんまりスカートに合わせることはなくて、パンツの裾からここを見せるっていうのが好きです。コンバースって型によってこのラバーの色とかが変わってくるみたいなんですよ。ラバーの色とか、この紐の細さとか、この金具とか、結構違うみたいで、なんか日本で作ってるものとアメリカで作ってるものでも違ったりとかするみたい でこのモデルはこのラバーがちょっと真っ白じゃなくて、なんか黄みがかってるちょっとヴィンテージっぽいような色のところが好きです。そのスニーカーとのお付き合いはどれぐらいなんですか？はい、付き合いはでも5年ぐらいかなって。なのでちょっとこの辺りとか割となんかね、年季入ってきて、この後ろとかもちょっと年季入ってきて減ってるんですけど、まあそれもコンバースらしくていいかなと思って、旅行に行く時もコーディネート組む時にポイントになるので、だいたい絶対持ってっているので、はい、まあ、古くたびれた感じにしてこれからも履いていきたいなって思います。シプール編集部の笹山です。私のお気に入りのスニーカーはこちらのアシックスのスニーカーになります。アシックスとキココスタディノフさんの協業で作られたデザインのものになってまして、で今までもアシックスとキコさんがコラボレーションをしてスニーカーを作るみたいなことはよくあったんですが、このデザインはそのキコさんがそのデザインチームの一員となってデザインに関わったっていうものになってます。私これ初めて見た時になんか玉虫みたいって思ってなんか学生時代に美術館で虫展っていうのを見たことがあって、その時に玉虫にドハマりした時期があって、一時期ちょっと惹かれるかもしれないんですけどその記憶を思い出して、なんかすごいいいなって思って、で普段スタイリングがモノクロのスタイリングになることが多いので、ちょっと足元で色を足したいなって思ってた時にちょうど発見して購入しました。足元に色を差すのハマってて、なんとなく自分の顔がこう発色のいいカラーが似合わないなみたいなのが昔からなんとなく自分の中でコンプレックスとしてあって、でも足元だと顔から遠い部分なので、なんか遊べるというか好きなようにスタイリングできるなって思ってるので、これもなんか自分の中では結構冒険だったんですけど、意外と履いてみるといけるなっていうのがあります、うんうんうん、今日のコーディネートとバッチリで、カラータイツがこうね、あ、そうなんです、なんかつなぎ役みたいな感じをしてくれてて、これを迎え入れたことによって、うん、なんかカラータイツもいけるかもとか、うんうん、いろいろちょっと色の差し方が自分の中でこうなんだろう発展してたというか、うん、そのちょっとターニングポイント的な
スニーカーかもです。ちょっと扉開いてくれましたね。そうですね、開いてくれました。もともと好きな色はだったりするんですか、赤とか紫とか。いや全然ですね。あ、じゃあ本当に直感でタマムシ来た。なんかタマムシ、そうなんです。しかもなんかちょっとなんだろう、キコってちょっとテック系のこの有機的な、うん、なんだろう、曲線とか配色がすごい印象的だなと思ってて、なんかこういうデザインもすごいちょっと虫っぽいなって思って。どういうきっかけで見つけて購入に至ったんですか？スニーカーを探してて、で人と被らないデザインがいいなってなんとなく思ってて、こうネットの海を漁ってたんですけど、なんかアシックスとキココラボのスニーカーにたどり着いて、でそのコラボレーションのアイテムをいくつか見てて、でうわこれだって思って購入しました。シプール .jp 動画ディレクターのコウと申します。よろしくお願いします。僕のお気に入りのスニーカーはこちらのスニーカーになります。このスニーカーはもうかれこれ8年ぐらい履いてて、もう本当に履き潰してるぐらい結構汚い感じになっちゃってるんですけど、当時白いスニーカーを探してたような気がするんですけど、でお店でたまたま見つけて、革のスニーカーとか僕持ってなかったのと、なんかちょっと細かいこの、あの普通に穴じゃなかったりとか、まあ全部革でできてたりとか、なんか細かいディティールが可愛いなと思って。どちらのスニーカーですか？ジャンビトロッシのスニーカーです。セルジオロッシの息子さんですよね。のブランドですね。まあ、そんなに主張はしないんですけど、はい、ちゃんとなんか個性が出るような気がして、あの気に入ってよく履いてます。しかもこのブランドはあの歩きやすいっていうのをよく聞くんですけど。歩きやすいです。どこにでも行けます、これ履いて。軽めですか？なんかそんなにすごい軽いって感じはしないですけど、はい、まあ、なんか足にすごいフィットするし、革もすごい柔らかいんで、最初から全然足痛いとかはなかったような印象ですね。今日は全身ブラックですけど、はいはいはい、普段もブラック多めですか？そうですね、結構、まあ、その白とか色ついたの着ることもあるんですけど、結構全身ブラック目が多いので、はい、靴とかも黒にしちゃうと結構全身重くなっちゃうみたいな感じだったりするので、このスニーカー履いてちょっとライトな感じになるかなみたいなのでよく履いてます。普段その合わせてる感じとして、今日も結構割とルーズなというか太めのパンツ履いたりしてるんですけど、はい、上がダボっとしてる感じが好きだったりするので、靴は結構コンパクトにしたいというか、そこであのシュッとさせたいなっていうのにも結構合わせやすくて気に入ってます。これに下決めてみたいな、一番決めて、なんだろう、なんですかね、なんかピンときた感じですかね。その理由というよりはなんかそのパッと見た感じで気に入ったって感じですかね。直感ですね。はい、スプール .jp ウェブディレクター兼デザイナーの林克俊です。私のお気に入りのスニーカーはこちらです。2種類のスニーカーを持ってきていただきまして、手前の黒い方から、はい、はい、グラウンツっていう、日本のデザイナーのブランドになるんですけど、はい、ニキオ・サカベさんっていう、あのブランドの方がディレクションしているスニーカーになります。エアーっていうのかな、ソールのこの透明の部分のこのジェリーソールっていうのが結構特徴的で、なかなか見たことないデザインで、すごいいいなと思ってずっと欲しいなと思って悩んでたんですね。アッパーの部分がこういう風にちょっと通常のスニーカーっぽい感じのボリュームのあるものが出て、これならいける、自分のコーデでも使いやすそうと思って購入しました。気になるのがこのソールのポコポコと、これね気になりますよね、はい、硬いんですか？これね結構見た目に反してだいぶ硬めです。硬めなんですね、うん、これこうそのプニュプニュっていう感じでもなく、しっかりとしたソールになります。クッション性もあるんですけれども、ずっしりとした感じで、なんか足元にちょっと重心がいきそうなボリューム感があるスニーカーになってますね。推しポイントは、まあ、これ履いていたら、絶対に人と被らないっていうのもありますし、もうこれ一足でもう主役級のアイテムなので、今日みたいなシンプルめなモノトーンとかで合わせても
まあ、ある程度様にもなりますし、だいぶちょっとモードっぽい服装にしたいなって思うときはよくこれを履けばもう一瞬でモード感が出せるのでお気に入りのアイテムです。はい、白い方のシューズを、はい、ナイキなんですけれども、ジャックムスっていうブランドとの、コラボレーションのものになります。エアフォース、そうです、エアフォース1の形を、モデルにしているのですごい使いやすいですね。これウィメンズものなんですけれども、メンズでも履けるサイズ展開があるので男女問わず履いていただける形になっています。ソールとアッパーを結んでる、うん、そうなんです。なんですか、これね、シューレースでこういう風な形で編み編みで、繋いでるんですけど、これ昔ナイキが出してたんですけど、それの時の技法を用いたものになってて、あの接着剤を使ってるのかな、極力そういうものを使わないようにっていうところでやってる技法なので、結構サステナビリティっていうところも取り入れられてるデザインになってます。で、普通のエアフォース1よりもボリューム感がだいぶ、ね、ちょっとコンパクトなので、はい、オフィスカジュアル系のちょっときれいめな感じでも使いやすいと思います。かかとのあたりにあるそのなんかタグみたいなのってこれは何かなるんですか？これはすいません、何もならず多分このシューレースの多分最後のつなぎ目みたいなところだと思います。でもこれもポイントで可愛いですよね。可愛いです、ね、なかなかこんなところにちょろんって出てるのってないので、うん、後ろから見てもちょっとポイントになって可愛いと思います。シュプール .jp 編集部の田塚と申します。今回私が紹介するスニーカーはこちらになります。これはアシックスとキココスタディノフがコラボレーションしたシューズになります。もともとメンズのブランドとして始まったブランドで、途中からウィメンズのラインもスタートしたんですが、キココスタディノフのパートナーが、デザインをしているラインになっていて、で2019年に初めてそのウィメンズの方の機構とコラボレーションしたものになります。最初に見つけたのが、あの今野文子さんっていう双子をテーマにした作品を作っている方で、その方が作ったこのシューズのビジュアルがすごく可愛かったんで、それであの気になってこうやってあのゲットしたんですけれども、ポイントとしては小学生の運動靴みたいなデザインかと思うんですけど、うん、逆にそこがこの私の挑戦心をかきたてたというか、頑張って履いてみたいなと思って買ってみました。今日のコーディネートで言うと、うん、これがアフィックスっていうブランドの T シャツなんですけど、キココスタディノフがもともとチームの一員だったブランドなんですね。なのでこの T シャツを合わせました。まあ、これとこのシューズだとあのちょっとスポーティーになりすぎるので、うんうん、足元のソックスはこうレーシーな花柄の、ソックスをとロング丈のデニムのスカートを合わせて少しエレガントな要素を足してみました、うん、さっきちらっと見えた裏のソールの感じ、はい、もうなんか面白いなと思って、本来のこのグリップのデザインの意図はちょっとわからないんですけど、歩いている時に結構弾むような感覚で歩けるので、もしかしたらそういうことが意図されているのかなと思っています。ベルクロのところについているシルバーのリングがね、モードな感じがしますよね。そうですね、うん、ここのベルクロも3つついてるんですけど、着脱しやすいです。すごくここがバッと大きく開くんで簡単に履けますし、やっぱり靴ひもタイプのスニーカーを持ってはいるんですが、断然こちらの方が履きやすくて愛用しています。パッと見スポーティーなデザインではあるんですけど、ちょっとここになんていうんですかね、レースっぽい感じの素材も使われていて、エレガントな要素も入っているのかなと思います。キココスタディノフのブランドらしさがすごく現れた一足だなと思います。シプル .jp プロデューサーの三堂です。今日は僕のおすすめのスニーカーを紹介していきます。じゃあ白い方のスニーカーからお願いします。はい、コムデギャルソンとニューバランスのコラボレーションモデルになります。
580っていうモデルの型番になるんですけれど、ニューバランスっていろいろ型番に数字が振ってある感じで、500番モデルがオフロードですかね。なんでちょっとこうごつめのソールがあって丸っこいフォルムのものっていうのが500番台に多くて、でこちらはそれをベースにしたコラボモデルっていうところになっていますと。ギャルソンとのコラボモデルっていつも話題になるんですけれど、なんかその中でも今回のってレトロな感じもしつつエレガントな感じもしていて、レザー自体はすごくいいの使われているので、大人が履いてもすごくいい感じのスニーカーなのかなと思って購入しました。抑えめなこうロゴとかも入っていて、その点もすごくいいなっていう感じです。サイドにはラバーっぽいような、そうですね、はい、そこがそのハイテクな、まあ、多分この辺の装飾なんだと思うんですけれど、とはいえ全体がこういい感じにフレッシュにまとまっていて、とてもいいなと思っています。では続いて2足目のネイビーの方に移りたいと思います。はい、1000番台の1600番のニューバランスになりまして、今回 その持ってきたものはアジアで作られているもので、クオリティとしてはやっぱりニューバランスのクオリティを保っているので、すごくコスパのいいモデルかなと思っております。ポイントはその先ほど のニューバランスよりロゴがちっちゃいと思うんですよね。でこれがチビ N ロゴとかって好きな人は言っているっぽくて、ちょっとミニマムじゃないですか全体として。だけれど全体がこう綺麗にまとまる感じ でかつ1000番台の方が全体的にシュッとしているので、服は選ばないかなと思っていて、こちらの方がフォーマルに回せやすいスニーカーになるのかなと思っています。あと特徴としてはアブゾーブっていうそのニューバランス そのクッション吸収性を持っている機能が搭載されているので、ニューバランスのシューズってすごく柔らかい履き心地かなと思ってまして、もちろん日常使いもそうですし、アクティブに動く時にもすごく適しているスニーカーなのかなと思っています。チビエヌを求めている人が周囲で多いような気がしてて、僕はやっぱりその1000番台とか、あと今日は持ってきてないですけど900番台みたいなちょっとシュッとしてる方が、まあ、どちらかと好きで、500番台も素敵なシリーズというか型番のがあって、それぞれ特徴がすごくあるのがニューバランスのいいとこだなと思ってまして、なので収益があると500番台はちょっとまだ少ないから買わなきゃなみたいなとかふうに思っちゃうところもちょっとあるかなと思ってます。コレクションの域ですね。新商品の情報はどういう手段でキャッチすることが多いんですか？アプリとかでやっぱり今便利なのあるので、なんかそういうのにこう登録しておくと新しいコラボの情報とかも流れてきたりするので、なんかそういうので情報を仕入れてる感じですかね。本日はエディターとスタッフのお気に入りスニーカーをご紹介しました。気になるスニーカーがありましたらぜひコメント欄までお願いします。それではまた